滑りやすい布やキルティングにはウォーキングフットを使います。電源を切り、押さえを外した後、押さえホルダーのネジをドライバーで奥側に回して取り外します。ウォーキングフットはレバー二股部分で針止めネジを挟み、押さえレバーを下げて押さえホルダーのネジをドライバーで手前側に回して取り付けます。模様を選択したらスタートストップスイッチを押して縫っていきます。またフリーモーションキルトの時はキルト押さえを使います。電源を切り、押さえを外したらキルト押さえを押さえホルダーのネジにはめ、ドライバーでネジを締めます。布地が自由に動かせるように本体背面下側にあるドロップレバーを背面から見て右に動かし、送り刃を下げておきます。あとは電源を入れ、模様を選んだら下絵をなぞるように布地を動かしながら縫っていきます。キルトでフリーモーションをするときなど、大きいものを縫うときにはワイドテーブルを使うと楽に縫うことができます。取り付けはまず補助テーブルを左に引いて取り外し、ワイドテーブルの4本の足をカチッと音がするまで起こします。ミシン本体に水平にゆっくりと奥まで差し込めば完了です。